はい、どうも。犬の話題なんだけど、うちの、ララちゃんがね、9歳5ヶ月だっけ、うん、結構年なのよ。もう年だから足腰がだんだん弱くなっていくわけですよ、犬もね。もうね、大丈夫か、お前。それで、フローリングとか、やっぱり台所とか通過するとあるじゃない。ほんで、こう、こけちゃうわけ。そしたらね、はい、ケンちゃん、はい、ケンちゃんね、はい。うちの、ハニーがすごいものをね、見つけてきたんです、これ。何これ、なんて読むの？トゥーグリップス。トゥーグリップス。なんかね、犬の爪にはめんだよね、これね。爪切ってんですね。これ、何？あんまり売ってないんだ、日本で。そうなんだよ。そうなんだ。これ、すごいナイスな。これ、うちのララちゃんで、こう、うん、お試しで、今までこけてたやつが大丈夫になったら、これ、いい商品だよね。うん。獣医さんが開発したやつだからね。獣医、アメリカの？わかんないけど、でも日本では、うんうん、一般販売されてなくて、お医者さんでしか買えない。どこの国で売ってんのこれ。どんな8からから、どこだろうね。アメリカだかどうかじゃない。ジャンコードが8から始まる。ああ、そうか。ジャンコードで、あ、日本じゃねえな、このジャンコード。このジャンコードは日本じゃないね。まあ、どこです。こういう理屈らしいですよ。うん、いいかもしんない。やってみよう。よし、いい子ね、いい子ね。はい、いい子して。どうすんの？うん。ここにこうやってはめんだ。うん。うん。なんか3ヶ月ぐらい持ちった。3ヶ月、うん、どこまで入れるって感じだ。ギリギリまでって。ギリギリだから入れすぎは良くないらしい。でもそれ爪と一緒に伸びていくよね。うん、なんか爪はでも削れるじゃん。うんうん、こんぐらいかな。あんまり奥まで入れちゃいけないって感じだった。そうなんだ、うん、いろんなこと考える人いるね、うん。靴とかも売ってるじゃん、滑り止めの靴下。靴はダメよ、犬の靴は。あのね、うん、あれはね、やっぱりみんな良くないっていう。だって嫌がるんだもん。なおかつ脱げちゃうし。脱げちゃうしな。でなくなっちゃうしな。で気がつくとさ、取っちゃうしさ、うん。こいつなんか食べちゃうかもしんねえしな。これは大丈夫だろうな。食わねえな。食っても大丈夫か、これぐらい。ケンちゃん、食い物じゃない。それ美味しくないの。ちょっとゴロンさして。ゴロンして、ほら。ケン、あっち行って、ケンは。どう言って。食い物じゃないと美味しくねえっつうの、それ。ならば、どうにでもして、みたいな感じ。へへへ。ララちゃん。9歳の割に歯は綺麗ですよね。はい、9歳の歯です。はい、おとなしくはめてくれるね、うん、痛くもないもんね。ゴムでしょ、だってそれ。ゴム。おお、なんかグリップ良さげな感じがする。4本だよね。うん、そうだね、4本だよね、うん、4本、うん。なるほど、こうなるわけか。だからほら、先つま先のグリップっていうんでしょ、うんうんうん、こうなるわけね。でちょっとそれであれか、あそこの廊下を、廊下を走ってみないのか。滑ってたの、畳が。ララおいで、ララおいで、ララおいで、ララ、ララ、あ、滑んない、滑んない。じゃあその廊下のほら板の、板間のま、ずらってなってたじゃん。ララおいで、ララおいで。あ、大丈夫。素晴らしい、これ。下に引いたのどけてさ。いや、いつもここでずっこけてた。うん。ララおいで、ほら、こっちおいで。お、畳の上平気。だからでも大丈夫じゃん。そうだよ、フローリングの。これいいじゃん。いや、ここで滑ってたって。でも板の間なんかバシャンって前から。そう。でしょって。ほら、おいで、ほら。あ、大丈夫になった。いいね、これ。ここはベチャってそんないだけでいいでしょ。いいね。ほら、おいで。
片付けてちゃんと歩くところないの。うん、トゥーグリップス、確かに理屈に合ってる。素晴らしい。よかったね、ラーちゃんね。こけなくなったね、これで。うん。すごくいいのが、本人気にしてないんですよ。気になんないの、ララちゃん。大丈夫ですか？大丈夫？お前はまだいらないわ。よしよしよし。ララちゃん、よかったね、滑んなくなってね。よしよしよし。そこでさ、散歩行くたんびにこけてきた。そうね、よかったね。よしよし。